こういう中で、ね、女性と男性とかっていうのは、うん、これからの時代ね、うん、スバル君的に、まあ、そういう枠組みじゃないのかもしれないね。男女は、うん、分からん。だからね、男女とか男女っていうことで分けて考えた場合に、そのすごく男性の特徴、女性の特徴を強調することもできるけども、それで、あ、確かにそうだねって言って共感することもできるけども、私はそうじゃないよっていう人もね、いたりして、多様だね。うん。もう多様なわけやん。男の人とは、うん、と女の人はこうあるべきだ、みたいなことは一概に。ないね。うん、だから、ね、アメリカ人は日本人より、なんていうの、料理が大味だとかいうことは多分ないだろうし、ね、アメリカのレストランとかで、食べた時にそうでなかったという経験があったとしても、家ですごい、その、だからもう、みんなインターナショナルだから、だから、その国に長くいたことで入ってくる情報とかもあるから、ボディが何人かっていうことと日本についてよく知っている具合が違うっていうことは違うことだっていうのもあるから、つまりボディっていうことのみを置いて男性女性ということはできないんだけれども、今のところ女性が、出産でしょ。アキちゃん今の、そうそうそう、今の状態とかはどうなの、どうなのって、どう捉えてる、どう捉えてる、ありがたいことですよね。そうなんだ、おかげさまで。やっぱ男野郎は女性の気持ちはいつまでたっても分かんないですよね。そういう表現もあり。でもあれ、その中で、シュウ君ってすごい女性をリスペクトしてる、うん、あの考え方だなと今日。いや、だからその方が。我々は結局、我々は結局、うん、幸せに着地させてくれるんかなと。女性の気持ちは分からない。産んでみないから分からないっていうところで、詰められると、うん、その気持ちなくなる。僕らはもう。いやだから想像はできるじゃない、うん、ってか一緒にいる中でね、出産っていうことに関わるときには分からない、うん。